語は創造の芸ということを言うんですね。僕が今日100人会議ということで100人近くのお客さんが見てるということなんですけど、僕が例えばここで落語をやらせていただいたら、100人の方が見ていたら、みんな僕の話を聞いているのに100人の頭に浮かんでる景色っていうのはそれぞれ違うわけですよね。だからこう想像していただく芸能なんでございますけども、だから今日、落語じゃないですけどね、僕が何か思いを伝えて皆さんに伝わったら、それはもうそれだけ皆さんの想像力が豊かだということなんですね。もし伝わらなかったら、それだけ皆さんの想像力が乏しいということになるんですけれどもね。